どうも皆さん、おはこんばんちわわ、大高実況の大ちゃんです。本日もゴリラオンラインをやっていきたいと思います。というわけで本日はゲーミングメカゴリラちゃんでプレイしていきたいと思います。めちゃめちゃ高ランカーばっか。うわ、神様かよねえ、神様強いっすよね。で、見てください、今称号見た？夜の仮名人ってありましたよね。はい、仮名人が、色がついておりました。この色、ナイス渡した、最高ね、もう一回見て。はい、夜の仮名人、はい、色ついてます。これフィニッシュ数のランキングにインしました、ランクインしました。イエーイ。いや、ゴリオン始めてね、まあ1ヶ月ぐらいなんですけど、それでランクインできましたからね。ちょうどほんと1ヶ月ぐらい、10月からやり始めた気がするから、本当に1ヶ月ぐらいでランクインできて、いや、マジで嬉しい。なんか一生懸命やってきてよかったな、みたいな。なんかアスリートの気持ちがちょっと今分かりました。ちょっと今もう、気持ち的にはなんかプロゲーマーの気分だもん。ゴリラプロゲーマーの気分。いや、今までやってきてよかったです、みたいな。本当にそんな気分でございます。で、まあね、すごく嬉しかったっていうのもあるんですけど、とりあえず、その、フィニッシュ数を稼ぐために、アザシャー。相棒として使っていたのがこちらのゲーミングゴリラちゃんでございます。このゲーミングゴリラちゃんの説明は、まず第一スキルがジャミングジャク。まあこの第一スキルの時点で正直強い。ジャミングっていうのは、サバイバーの近くにいるとサバイバーマップがあるじゃないですか。あのマップが見れなくなります。はい、砂嵐で。これがマジで強いね。正直。ぶっ壊れでございます。はい。マップ見れないとね、全体のゴリラの位置がわからないから、もう積極的にむしろ、サバイバーのこと、まあ、正直、レベル、なんつうんだろうな、星3、じゃない、違う、スキル3まで解放したら、正直ずーっとサバイバー追っててもいいぐらい。いや、いいぐらいっつうか、いい。それがいい、正直。それが強いでございます。はい。で、第2スキルなんですけど、赤いますね。赤じゃない、これ。え、紫どうし、どこ、どういうことだ？で、青いってますね。なんだっけ？そう、第2スキルが、ゴリ全体強化でございます。黄色いってるね。この全体強化がマジで強いでございます。はい、ブユーンボーンはい。こんな感じで、もう自分、まあ、全体強化なんだけど、まず、まあ、味方のサポートもできるし、まあ、例えば味方がもうフィニッシュ決められそうだけど、なんか壁があったりとか、なんかするときに、ちょっと全体強化してあげて、壁を殴らないで壊させてあげて、フィニッシュ決めさせるとか。あと、もう自分でも攻めることができる。これがマジで強い。なんだろうな、本当に、攻撃も防御も兼ねた。防御は兼ねたいね。攻撃だね、もう。攻撃特化型、ゴリラちゃんのことです。マジで強い。これ紫取りいきましょう。なんか全体的に散らばってくれてるんで。紫いって、これは正面から切っちゃうんで、緑に行かざるを得ない。ただ、これはね、結構いい散らばり方しますね。正直、散らばってくれる分にはいいです。はい。そっちの方が動きやすいです。で、あれはなんだ？普通のゴリラちゃんかな？スルーしてきましたね。いや、気づいてるね。間違えた。なんで俺こっち行っちゃったんだろう。やめて、本当に。ああ、今ちょっと、ね、指が、言い訳していいですか？指が汗かいてて、ちょっと、うまいことこう、方向が変えらんなかったっていう、ちょっと言い訳していい？ごめんね。はい。ゴリラさん、私だ。焼きゴリラさん、よろしくお願いします。焼きゴリラさん、もう焼きゴリラに、なんかもう、魂を売った感じだよね。うん。そんな感じしてましたね、名前が。というわけで、これ緑いますね。これ緑ね、これいくよ。面白いとこ見せてあげよう。ビャンブーンボーンあれね、多分、殴ったら、間に合わないんですよ。多分間に合わない。間に合うかもしれないけど、巨大化して、殴る、その硬直時間を減らすことによって、最速で、突っ込めます。はい、これ強い。これね、結構、初見殺しというか、いいと思いますよ。はい。ザビーストさん、カバチンさん、何これ、サルナゲヤマウズさん、よろしくお願いします。相手はゴリラちゃんでございますね。え、ね、ゴリラちゃんって全員ゴリラじゃねえかよ。なんだそれ。頭きた。くさっぽーんおお早すぎ。どこにいたんだお前、ほんとに。はい。ゴジラさん、ゴリラさん、ゴカさん。よろしくお願いします。ね。よし、オッケー。一応ゴリラでね。
いやマジでこのゲーミングゴリラちゃんの本当強いところをマジで見せたい。正直みんな知ってると思うけどね、ゲーミングゴリラちゃんが強いってことは知ってると思うんだけど、さらに俺は布教していきたい。まあね、このゲーミングゴリラちゃん全体強化が第2スキルであるんで、正直トラップ系には強いです。まあ例えばだからグレイとか、まあ宇宙人ね、宇宙人とか、なんだっけあれ、エネゴリちゃんかな、エネゴリちゃんにはめっぽう強いです。あ、ミスった。これ黄色いってますね。これ詰めちゃいましたね。そこ行き止まりなんでごめんなさいって感じ、ごめんなさいって感じだね。あ、どうした?いや、これでも、逃げらんないからね、ほんと。すいません、あざしたって感じ?あざした。というわけで、ほんとに、グレイとか、ちょっと下げさせてもらっていい?うん。俺のイケメンな顔が映ってないからさ。グレイとか、エネゴリくんとかにはめっぽう強いです、ほんとに。もう、なんつうんだろうな、罠を恐れなくて突っ込めるっていうところがマジで強い。はい、力説しましたね。はい、これがマジで強いんで、積極的に第2スキルまでは開けていきたい。正直第2スキルまでは開けて、これナイスな心意気じゃない、ナイスな心意気じゃない、あざした。いやー本当に今のはね、千葉ドリームゴリコちゃんの、これなんだっけ、そんな名前だっけわかんないけど、のあのサポートのおかげでね、最短で向かうことができたんで、俺がフィニッシュ決めることができました。また今月もフィニッシュ入っちゃうかな。うん、先ほどの弱くないですけどさん、しましまさん、デイリーゴリラさん、よろしくお願いします。はい。というわけで、まあ、正直ね、レベルじゃない、スキル3までいったら、本当にサバイバー追ってください。そのぐらい強いので、追い性能も強い、本当に。追い性能が強いのかな。でだ。第2スキル解放したんで、これは積極的に、サバイバー追っていきたいですね。これ赤いますね。ん?なんだこれ。なんか変な反応の仕方。抜けられてるかも。むしろ。俺じゃあここにいますか。貼っときますか。これここに。あ、でもマジでどこ行った?消えたぞ。見合わせちゃってるもんね。ちょっと一個バナナ取って足のスピード。なんかいるな。なんか青、なにこれ、どこにいんだ。あ、いるじゃん、いるじゃん、いるじゃん。ちょっと待って。これ、今全体強化使うべきか。いやー、無敵化か。あ、間違えた。なんで俺そんな、やばい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 。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、ボーン、外した。はい。こういうわけでね、味方のサポートもできるわけ。自分が外しても味方がまま全体強化されてるから、味方も強い。強くなれる。急に決めやすくなる。これがね、マジで強いんだよ。やっぱり全体バフって強いっすよね、正直。まあ、個人性能を上げるのもいいんだけど、やっぱり全体的に、一体で全体の強化ができるっていうのがマジで強い。これ、ゴリオンの中ではぶっ壊れ性能、ゴリラの中ではぶっ壊れスキルだと思ってますんで、はい。まあ、一番壊れてるのは神様だけどね。うん、死ねな。そう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 。ごめんなさい、ちょっと口が悪くなっちゃいました。ちょっとストレスが、神様ストレスがちょっとね、溜まりすぎてて。ヘイトがやばいっすよ。いや、マジでさ、神様だけさ、このゲームめっちゃゲームバランスいいのにさ、なんか神様のせいでさ、すごいゲームバランスが崩壊してるというか、強すぎるよね、神様。みんなどう思いますか?いや、でも、それの分ね、神様倒した時のあの気持ちよさはね、たまらないです。たまらんでございます。はい。とりあえずエイリアンで、サバイバーはやっていきたいと思います。とりあえず赤取っていきましょう。いや、宝石はじゃんじゃん取っていく。つか、むしろ完全勝利のランキングインも、目指したいところなので、ここは積極的に完全勝利目指していきましょう。目指していきましょう。つか、狙っていきましょう。これは、あえて青は行かない。ごめんなさい。これ青行かないです。普通になんか、イエティちゃんが戻ってきてくれたんで、僕は、このまま、引き戻ります。緑まで突っ走りましょう。で、幸い、ランダムジャンプをアイテム欄に持つことができたので、かなり、優位に立てるかなと思います。ランダムジャンプね、強いんで、これはマジで。ただ、紫から一頭来てますね。ここ、開けられてないことを祈る。開けられてないね。ちょっと、ちょ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 、
早いね足。くっそー。朝頃十一世さん、牧子さん、北の国からさん、よろしくお願いします。おい、恐竜ちゃんでございますね。はい、いやー、恐竜ちゃんもね、スタントラップ、巻きますんで、かなり強く出れるかなと思います。こっち行くの？わかった。じゃあ俺こっち行くね。じゃあとりあえず、スキルを開けていきましょう。赤ね。これちょっと、俺のスキルが結構重要になってくるんで、なんとか、スキル開けときましょう。第2スキルまで。この全体強化があるかないかで全然戦況は変わってきますんで、戦況というかなんつうんでしょうね、戦い方が全然変わってきますんで、これはぜひとも。青いるか、いるね。ナイスナイス、ここだ、ここ、ここにいます。決めてほしい。ちょっとまだ全体強化はね、開けてないからね。ほっ、届かない。届かないでございます。はい、ビミでございます。ちょっと待って。あと1個バナナ。あとバナナ1個。ちょっと待って。これで、いくよ。あいつがすごい油断してるじゃん。いくよ。はい、ドーン！あざした。こうやってね、サポートもできるのはマジで強い。ただ、神様にはちょっと無力かなっていうところはあるね。結局、無敵と無敵、なんつうんだろうな。バリアもね、もう、バリアが強いよ、神様、本当に。いやー、本当にあれ、一回障害物に一回当たると壊れるっていう仕様に変えてくんないかな。でも課金、1500円課金するからな。あのぐらいの性能あっても仕方ないのか。にしてもちょっと強すぎるかなって俺は思ってるな。もうちょっと弱体化、キボンヌでございます。はい。なんだっけ？敵なんだっけ？敵のサバイバー今回なんだっけ？全然覚えてねえや。じゃあ、とりあえず、まあ、結構、隠密派なんで、隠密派みたいな感じなんで、なことなかったね。ゴリゴリ取ってくるね。では、ちょっとジャミング反応したいですね。これは緑かな。これ全体強化解放したんで、ちょっと、様子見てぶち込みに行きたいですね。これ紫来てますね。これでも無理じゃね？はい。で、相手油断してそっち行くけど、俺は、はい、ボーン！あざした。気持ちがいい。強い。さすが夜の狩り名人。今朝の11時頃だけど。夜とは限らない。この人仲良しだな。カレコレ屋の影千代さん。すごい。なんかカップルみたい。いいな。てかみんななんかメカしいな。なんかゴリラゲームとは思えないぐらいメカメカしいぞ。はい。というわけで、何話そうとしたんだっけ。そうだね。まあ、ゲーミングゴリラちゃんのね、強いところは分かったと思いますんで。あ、壊しちゃった、ここ。ここ壊すの結構二流なんすよ。ここね。あ、なんか赤いるな。ここ壊しちゃうの、俺。ちょっとバカですね。いやー、これ青いってますね。ただこれ、これね、サンバちゃんのね、サンバちゃんの、なんだ、攻略法というか、行かれたくないところに、行かれたくないところに行ってるサンバちゃんを追うのがいいんだけど、結局、抜かれていくという。結局、抜かれましたけども、抜かれましたけども、これでも、黄色行ったら、ああ、そういうことか。これはね、緑に行くしかないね、正直。緑。これ緑行きましょう。いやー、緑取られるかな、あれ。取ってくるか。いやー、くっそー、厳しいね。今のはちょっと、うまかったね、サンバちゃん。初めに俺が見逃しちゃったのがね、あれが、ちょっと、ザコチンだったね、あれは。はい、漆黒の乳輪さん、出席番号29でデスさん、ゴリの惑星さん、よろしくお願いします。すっごい下の方だね。名字当てちゃうよ。和でしょ。渡鍋とかでしょ。きっとあなた。渡鍋渡るとかでしょ、名前。下の方だから。出席番号でバレていくよ。で、赤取られていったんで、これはちょっと俺は黄色警戒しながら、全然バナナ取れてない。不器用。あ、黄色来てますね。で、赤に戻られていく。いや、でもこれ罪じゃないですか、あそこにいるってことは。ゴリラちゃん。
赤にいりますね。これは袋小路というやつじゃないですか。赤赤赤赤だ赤いるぞ。ちょっと壁壁壁壁邪魔邪魔よ。これ邪魔よ。これ邪魔なんだよ。いやもうダメだよ、逃げらんないよグレイちゃん。どこかな、頭見えてるよ。ピューン、あダメだね。どうしようかな。いやなんかみんななんか過ぎ去っちゃってんじゃん、過ぎちゃんしてるじゃん。ダメだよ、赤にいるんだから。ほら赤赤赤赤だよ、みんなみんな頼むって。多分そこいんな。ほっ、いやーくっそマジか、緑いかれちゃった。くっそーマジ悔しい。緑いってるよみんな。いやな、詰められそうっすねこれ、あのサメちゃんが。こっち行き止まりだよ。あれ行き止まりじゃない、なんで、誰ここ開けたの。やめてそんなダイナミックなダイナミックにそんなさ。これはどうしようかな。黄色か、黄色いってるねこれ。お、でも回り道して、これはさすがに詰められましたね、あざしたって感じ。はい、決めて、決めちゃって、はい決めちゃうよ、ピューン。あでね、今月はね、先月フィニッシュ数でランクインしたんで、今月はホームラン狙ってみようかなって思ってるね。でもそろそろあれかな、俺ネタ切れだから神様買っちゃおうかなネタのために神様買っちゃおうかな。もう1500円俺払うよ余裕で大人だから普通に買えるかんね神様買っちゃうよ俺。いい、てっぺん、てっぺん取っていいマジで俺てっぺん取る気満々だよマジで。いやでも上には上がいるかな正直。いやでも負けたくないね、ゴリオン本気で今ハマってるから。いや上位ランカーにも俺食いついていくよ。いやこれ隠密いるな、黄色だな、なんかいるぞ。どうした、大丈夫か、大丈夫大丈夫、はい逃げられたと思ったでしょう。お前は俺の支柱の中、あーくそーマジかくっそー、本当に見事に逃げられてんじゃんかよ俺くっそー、あのくるくるうぜー、あのくるくるうざすですね。赤いってるよ、いやーこれ厳しいね。いやあの子動いてくんないかな、メタルちゃん動いとー。あ、紫、いてる、いやー、ナイス、あざしたー。俺の尻拭いをしていただきました。ありがとうございます。はい。というわけで、そろそろラストにしていきますかね。ゴリーさん、リンマルさん、キャンディーちゃん、よろしくお願いします。いやー、ゲーミングメガゴリラちゃんのね、強いところが見せれたんじゃないかな。わからないけど。いや、強いよ、本当に。あ、でもこのゴリヤマさんとか、なんか最近神様急増につき、めちゃめちゃ需要が増えてるらしいですね。これ、プチ情報だけど、なんかトラップ、神様がさ、バナナゲージマックスになると、バリア張るじゃないですか。あのバリアが、なんか罠踏むと一撃で壊れるみたいな話聞きましたよ。いや、それ強くないですか？だから、普通に神様対策で、ゴリヤマさんが使えるみたいな話聞きました。いや、でもいいよね、そういうの。なんか強いキャラ、なんつうんだろうな、相性というか、強いキャラに弱いキャラが勝てるっていう、そういうの俺好きだよ。いや、マジで熱いと思う、その展開。俺そういうの大好き。強いものが弱いものを倒す。それがやっぱ一番いいよね。あれ好きだもん、なんかいじめられっ子が、話わかる？いじめられっ子が、ああ、いた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 、ああ、どうしたいじめられっ子がさ、こういじめられてなんか反撃するみたいな。あれ俺気持ちいい。なんかスカットジャパンだよね。あれが一番スカットジャパンだよね、正直。うん。テレビでやってるスカットジャパン全然スカットしねえかんな。嘘。ごめん。スカットしてる人もいるかもしんない。いや、あれ結構嘘松だよな。嘘松エピソードが半端ねえんだよな。いや、さすがにあれフィクションなのか。俺、あんまり注意事項見てないからさ、多分フィクションだと思うな。これは、上行くかな、これ。あ、これ、赤いってほしいね。赤だよ、みんな。赤だよ、赤か緑だよ。
あ、これいい感じで回り込めたんじゃないですか。スペースゴリラくん頑張れ、走れ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 、いけいけいけ、頑張れ、走って、行くぞ、みんなで行くぞ、ほらボーン。ナイス、スペゴリナイス、気持ちがいい。はい、というわけでいい連携ができて、これでまあ終わりにしましょうか。正直ゲーミングゴリラちゃんの強さは分かったんじゃないですか。あのジャミングのせいでね、忍者ちゃんはね、もうゴリラがどこにいるか分かんなくて、もう目の前にいるみたいな、もうそういうね強さはマジであるから、これはね、G 席でしか、あの G 席で回すガチャでしか出ないゴリラちゃんなんで、ぜひともね、G 席で出たら、このゲーミングゴリラちゃんが出たら、積極的に、スキルを解放してあげてほしい。初心者の方は。これマジで強いんで。まあ、やっぱ星4は強い。正直。星4のゴリラちゃんは強い。ただ、サバイバーによって、まあ、なんつうんだろうな、相性がありますから、そこがゴリオンの面白いところなんで、まあ、その、何のサバイバーが流行ってるかとかそういうので、まあ、正直、神様が流行ってるよ。辛い辛い辛い。マジで。今日はね、なかなか出会わなかったけど、マジで夜に出会う、ガチの人たちはマジ神様多いから。本当に辛いわ、神様。ねえ、どうにか運営さん弱体化お願いします。別に俺金払って弱体化しても全然、いいと思ってるんで、正直強すぎて。なのでね、ぜひとも、ゲーミングゴリラちゃんので、ね、ゲーミングゴリラちゃんで締めます。はい、ゲーミングゴリラちゃんを使って連携とか、あとは自分でぶっ放したりとかして、フィニッシュをどんどん決めてってください。自分でも叩けて、自分でも倒せて、味方のサポートもできる、こんな強いゴリラちゃんはいません。はい、というわけで、ぜひともこれは星4の中では結構お気に入りのキャラクターなんで、皆さんもぜひとも使ってみてはいかがでしょうか。じゃあ